はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきます。よろしくお願いします。ちょっとね、更新間空いてしまって大変申し訳ございませんでした。少しですね、まあ出張込みで、まあ日帰りだったんですけれどもね、ちょっと遠くまで行かなければならなかったのと、それに対するね報告書をまとめなければならなくてですね、社畜は辛いよといったお話でございます。で、今回はですね、何をやっていくかといったら、次回の SWCC の、フォーメーションコンボを決めました。どうでもいいよって思うかもしれないんですけれども、どういう風にねフォーメーションコンボを決めていったのかといったところ、初心者の方と参考にしていただければと思います。実際にね、いろいろ考えて組んでみましたので、ぜひぜひ参考にしていただければと思うので、それではやっていきましょう。ちなみにですね、どれだけそのフォーメーションコンボ強かったのか先にお伝えいたしますと、私ですね、少し本日土曜日なんですけれども、木曜日にですね日帰りの出張に行きまして、で金曜日ちょっとすごい忙しい、それの報告でいろいろ忙しかったんですよね。なんで金曜日、アリーナできておりませんでした。なんでね、今日1日で、1772まで登ったと。もうかなり勝ちましたね。勝率9割8割ぐらいプラチナディビジョンで、誇っておりますので、まこれはいいかなと。かなり私の中ではですね、1日でプラチナディビジョン残留まで行けるのは、かなりいい方なので、まあ、かなり言い過ぎなんですけれども、結構ね勝てました。はい、最近にしてはかなり勝ててる方なので、またかなりって言っちゃった。ちょっとね紹介させていただければと思います。まず中央突破のフォーメーションコンボはこちら、バルデアマレーラレベル30でございます。こちらはですね、まあ、何で組んだかって言ったら、まあ普通に組んだんですけど、一つおすすめ、これお任せ編成でやるとですね、手砲がここに入るんですよね。まあ総合値見ていただいたら分かるんですが、手砲、セントラルディフェンスミッドフィルダーのポジションに入っても7007で、ハムシクが6913ですよね。ただここで見ていただきたいのが、バルデアマレーラのフォーメーションコンボでございます。コンボ効果でございます。パスカット、タックル、パスマークがそれぞれ 80% 上昇といったところで、今回はね手砲を見ていくと、あまりにもね、ちょっとタックル、パスカット、マークが貧弱なんですよね。まあ、パス能力はもうえげつないんですけど、2000、幻突、遺跡特訓、プレスタ込みで2400、500ぐらいあるんですけど、ディフェンスがしょぼいんですよね。一方ですね、マレク・ハムシクの方はディフェンスが優秀でございます。まあ、めちゃくちゃね強いってわけではないんですけれども、手砲の2倍近い数値があって、パスの方もですね1700まであるといったところで、お任せで組むよりもですね、ハムシク入れた方が強いんですよね。総合値がちょっとだけ上がるんですよ。これはおそらくですね、総合値どうこうもあるんですが、フォーメーションコンボですね、そのフォーメーションコンボの、上昇値というものを踏まえて総合値が決まってきますので、例えばこちらのバルデアマレーラでやる場合はですね、もちろんこの 80% アップなので、ディフェンス能力値が高い選手であれば、高い選手を入れれば入れるほど総合値が上がっていくと。例えば同じ総合値の選手でもですね、シュートが強い選手と、まあ、パスカットが強い選手だった場合は、バルデアマレーラでしたら全く同じ総合値だったら、パスカットが強い選手をね入れた方が総合値が上がるので、一度ねお任せでやってる方、そちらの方注意してみていただければと思います。ってことで、まずは超トップバルデアマレーラで、クトローネなんですけれども、以前ねスバサブクトローネ、クソザコマンとか私ちょっと言っていたんですけれども、なんかめちゃくちゃ強いです最近。これなんですかね、めっちゃ最近スパサブクトロエね決めてくれるんですよね。点を後半から投入して2点とか普通に決め始めたので、連携戦なのか、それともまあなんかそのスパサブ弱いよみたいな感じで運営がサイレント修正したのか、ちょっとわかんない。または私のその検証力不足かもしれないんですが、ちょっとスパサブクトローネ強いですね最近。スーパーサブお持ちの方、ちょっと使ってみてはいかがかなと。もしかしたらね、私のクトローネが今爆発してるだけかもしれないんですけれども、一応結構結果を出してきている、ここ1週間ぐらいはですね、かなりクトローネ活躍してくれてますので、ちょっと一回スパサブ使ってみてはいかがかなと思います。で、ポジションの方はレパリジャンですね。こちらの方はもうね、手砲しか入る場所いないって感じですね。ここ全然マルキジオとかでもいいんですが、まあ、かなり下がるんですよね総合値が。ちょっと手砲が強すぎるので、
マルケジョ6998あるんですよね。で考えたらほぼほぼ変わらないじゃんって思うんですが、やっぱりまずは得意戦術が中央突破っていうのが大きいですよね。さらにこちらパス、ドリブル、パスカット、パワーのうちのパス、ドリブルがめちゃくちゃ高いんですよ。手法もう高いんですよ。もうパス、ドリブルだけでもお前どんだけ総合ちゃんのみたいなね感じなんで、手法が無理やり入ってきましたね、ここにね。あとはですね、やっぱりセンターバックの方はバラン、クリバリ、マルセロ、アーノルド、ここで一つ意識していたのはですね、ポゼッションの選手で選手固めることができなかったので、比較的ね、中央突破の選手を多く起用した、サイドアタックの選手をね多く起用したといったところでございます。私の場合はコケ、カンテの場所がサイドアタックしか選べずにですね、ネイマール、シリグが中央突破しか選べなかったので、できるだけね残りの3つをどちらかに寄せて、連携戦固めたかったのでサイドアタックに固めた感じとなっております。さらちょっとね孤立しちゃうかなとも思ったんですけれども、まあ黄色でつながってれば十分かな、黄色オレンジでつながってればまあまあいいかなと、球大点かなといったところでこちらさら起用しております。無課金の方等でね選手が揃っていなくてですね、ポジション得意戦術のみで固められない、連携戦がっつりつなげないよって方はですね、比較的多くちょっと総合値下がってしまうかもしれないんですが、例えば私みたいにねここサイドの選手で固めるとかっていった形でやっていってはいかがでしょうか。はい、ってことで、カウンターはおなじみスリリング3ですね。ベンゼマ来てくれたんでね、センターフォワード、カウンターに、カバーによりもねかなり強いベンゼマに置き換えることができました。で手法の部分ね、ここはハメス・ロドリゲス、ハメス・ロドリゲス入れておくと、ここもカウンターにできるんですが、総合値の差がね2000あるんですよね。手法とハメスで2000の差って星4と星5の差よりあるので、まあ現あれかな、ちょっと総合値が高い星5とまあ普通の星4ぐらいの差がちょっとあっちゃうので、って考えたら手法の方がいいかなと思ってですね、ただ最近ちょっとスリリングめちゃくちゃ勝てなくなってきてるので、ここのみですね、ちょっと今ハメスにするか手法にするかちょっと悩みどころでございます。最近ですねスリリングが本当に勝てなくなってきておりまして、その理由としましては、考えられるところは2つですね。まず私が手法を起用している、ハメスではなく手法を起用しているからっていうところが、1つ目ちょっとね考えられる理由かなとも思います。例えばですね、ハメス・ロドリゲスを使うとかなり連携線がつながるんですよね。まあ、ハメスも総合値低いわけではないんですが、まあ6300、手法が8500とね、まあ、ちょっと差ありすぎるかなぐらいで、総合値も2000以上下がってしまうって考えたら手法を起用してはいるんですが、ハメスにするとですね結構連携線はしっかりつながります。はい、でベンゼマもちょっと使って、オレンジぐらいにしたら、かなりしっかりまあ、全体的にねボヌッチ以外全体的につながるので、まあ、いいかなとも思ってはいるんですが、まず1個はですね先ほども言った通りハメスではないことによる、まあ、手法が真ん中に入ることによる連携線不足が一つの原因の理由かなと。原因の理由っておかしいな。かなと。で、もう一つは、ちょっと台頭しすぎてるバルデアマレーラと、ロス・コロチョネロス。この二つの強すぎるフォーメーションコンボがやっぱりカウンターだと相手になってきますので、ちょっとスーリリング勝てないのかなとも思ったりしますね。ちょっとここは、まあ、わからないところなんで、少しね、もうちょっと、毎日20試合プラチナディビジョン参加できますので、ハメス使ったり手法を使ったりでね、どっちの方が結果出るのかといったところも見てから最終的にね、決めていきたいと思います。でサイドアタックの方はこちらですね、ラフィダンザータといったところで、いやここもねかなり悩みました。サイドのアタックフォーメーションコンボをねサイドアタックは、ラフィダンザータにするのか、もしも可能なのであれば私個人的にはブルースピリッツにしたいんですが、ちょっとブルースピリッツは選手が足りなすぎるんですよね。シャドウストライカーもいない、純正星5がいないですし、テクニカルドリブラー、スラローマーかな、左のスラローマーもいないって考えたら、まあ、ちょっとリスキーかな。せめてどっちか一人だったらあったんですけどって感じなんですけど、ちょっとね悩みどころですねこれも。ブルースピリッツだったら、クロチャの方がいいかなとか思うんですけれども、やっぱりねクロチャもどうしてもね、クロチャどこ相手するかってなったら、今相手するフォーメーションコンボ、強いフォーメーションコンボばっかりなんですよね。
ちょっと勝てなくなってきている正直、って考えたらガンバ大阪スタイルとかもね結構いいのかなとか思ったりするんですが、結構ゴリゴリのね、タックルパスカットのディフェンスアップ系なんですけれども、一応今回はね、ちょっとラフィダンザータ、なんでねラフィダンザータ選んだかっていうとですね、当たった感じかなり負けますラフィダンザータが相手だと。うん、3バックなんですけどね、キープパスカットトラップパスと、まあ、フィジカルの上昇がないのがちょっと特徴的かなと。スピードパワーが上がらないんですよね。今までってその星野監督スピードパワーが上がるものがすごい多くてですね、例えばロスコルチョネロスもそうだったんですよね。パワーかな、そうですね、マークパスカットパワータックルみたいな感じで、パワースピードが上がるところがちょっとラフィダンザータはそれがないんですよね。なんでちょっと結果出てるのかなとか思いつつ、今回はねラフィダンザータでいきたいと思います。一応ですね、ビクター・モーゼス、そしてシリグと、あとプジョルとですね、3人の、ちょっと弱い選手を抱えてはいるんですが、まあ、結果はねかなり出していると、まあ、勝てているので、今回はね SWCC こちらのフォーメーションコンボで挑んでいきたいと思います。でラフィダンザータはですね、まずちょっと連携戦全然つながっていないので、早めにどんどんね、今できるだけもうこちらのねスタミナ5で回りたいんですけど、連携戦ちょっとつなぎたいのでね、間を見て今度頑張って3でぐるぐる周回しているところでございます。ってことで、今回はですねさらっとした私のフォーメーションコンボ紹介動画になってしまったんですけれども、皆さんね SWCC 一緒に頑張っていきましょう。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフ祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。